219丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ホワイトプレーンズロード線の駅である。ブロンクス区ウィリアムズブリッジの東219丁目とホワイトプレーンズロードの交差点に位置し、2系統が終日、5系統がラッシュ時混雑方向のみ停車する。ホーム壁面のアートワーク駅は1917年3月3日の IRT ホワイト プレーンズロード線177丁目駅から当駅間の延伸開業に伴い東219丁目駅として開業した。駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の公開駅で2006年半ばに一度改装工事を行っている。駅には2006年にジョゼフ・ダレサンドロにより制作されたオマージュというアートワークが設置されている。 これはホームの壁に設置されたステンドグラスで構成されている。駅南側には観光線と急行線を結ぶ片渡り線がある。駅にはホーム会のもとに駅舎があり、各ホームからの2つの階段が駅舎内に接続している。南北ホーム間は改札内で行き来可能である。北港ホーム側の改札口には2つの出場専用改札機が2つ。 南広報部側には緊急需用の改札機と3つの回転式改札機がある。改札外では東219丁目とホワイトプレーンズロードの交差点北西と同交差点南東の2カ所にそれぞれ1つずつ階段が接続している。ありがとうございます。